ご視聴ありがとうございます。リラック屋の花澤です。今日クリスマスイブなので今ちょっとサンタっぽくしてみましたけれども、皆様良いクリスマスをお過ごしでしょうか。お過ごしになられましたでしょうか。メリークリスマス。おかげさまでリラック屋のチャンネル登録者さんが5万名を突破いたしました。すごいことですね。ありがとうございます。多くの方にご視聴いただきまして、またご登録いただきまして、とても嬉しく思っております。また気を引き締めて今後も動画作りを続けてまいりたいと思います。以前にこう妊娠してますっていう動画もお伝えさせていただいたんですけど、おかげさまで順調に育っておりまして、1月6日が予定日でもう2800ぐらいあるようになりました。なので病院のお医者様からもですね、もうあとは陣痛待つだけっていう風に言っていただいている状況です。でまあなのでちょっと今年最後の動画になるかもしれませんので、ちょっとご挨拶をさせていただこうと思いまして、動画を撮らせていただいてます。今年はお世話になりました。とっても今年はすごく、もう動画を撮り始めてからで言うと6年ぐらいとかやってると思うんですけど、まあ、定期的にやるようになったのは実際14年ぐらいなので、まだ4年ぐらいなんですけど、 PR 動画を出したのが多分6年ぐらい前で、いろいろな動画を700、800本になると思うんですけど作ってアップしてきましたが、今年は特にすごく飛躍したというか、爆発的に登録者さんの数とかも増え、おかげさまで増えた年となりまして、2万5000人以上ですかね、今年だけで増えて、おかげさまで、まあ、5万人突破という、おめでたいことになりました。まあ、せっかくなのでね、10万人を目指しております。今なので折り返し地点を超えたなというところで、今後も頑張ってまいりますので応援をどうぞお願いいたします。なんか久しぶりに見てすごい太ったなと思った方もいるかと思います。実際すごい太りました。今60キロ以上あります。本当に、まあお腹がね大きくなったのはしょうがないんですけど、それ以外にもいっぱい肉がついちゃってるので、まあ私1人目の時もそうだったんですけど、すごい食べちゃうんですよね。それでまあ太ってるんですけど、これも戻していくつもりですので、その変化もね、また楽しみにしていただけたらなと思います。またちょっとそういった動画も考えております。ちょっとそのエクササイズをしていくとか、まあなんかで、ね、まあ普通に授乳してたりとかでも減っていくんですけどね、もう体重をね気にしてる方、また妊娠でね太ってしまったっていう方はとても多いと思います。まあ体もちょっとまた今はとても本当にだいぶすごい、夫にもミニトトロみたいとか言われるぐらいになってるので実は嫌ではないんですけどね、それはそれで多少体がねふくよかでもいいじゃないかと思ってる面もあるんですけど、まあまあ一応さすがに重いのでね、体をもう少し生まれたらいろいろとマッサージとかもねやっていって行きたいし、まあそれをこうちょっと見せるようなものではないんですけど、お見せしていって楽しい、面白がっていただけたりとかね、まあ、励みにしていただいたりとかになるといいなと思っております。再会についてなんですけれども、まだね、まあまあ実際生まれてもないので、具体的なことは言えないんですけれども、まあおそらく生後の3ヶ月ぐらいになれば預けたりとかもできるようになると思いますので、4月ぐらいに再開の予定でおります。またね、そういったことも含めまして、いろいろとご報告させていただいたり、施術動画もね
できればアップしていったりとかしてまいりたいと思っております。妊娠中のことなんかもね、また落ち着きましたら話していけたらなと思っております。興味がある方がいらっしゃるようでしたら、今年は本当にその動画面、 YouTube 面においても、私生活でもね、変化の年でした。皆様はどんなお年でしたかね。ちょっといろいろと災害などもあって、大変な年ではありましたけれども、来年が良い年となるように祈っております。皆様良いお年をお迎えください。ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは See you.